1939年のグランプリシーズンは、エックア、ヨーロッパ選手権の第7回大会が開催されたグランプリシーズンである。シーズン最後のレースから約2週間後、第二次世界大戦が勃発したために、エックアが1939年のチャンピオンを公式に宣言することはなかった。イタリアグランプリが当初第5戦として予定されていたが、建設工事の問題から、 戦争が始まる以前にすでにキャンセルされることが決定されていた。1939年シーズンの最後のグランプリが終了した時点でも、この年の選手権に適用されるポイント制度は決定されていなかった。検討されていたポイント制度は、順位をポイントとして加算して、合計点が最低のドライバーを王者とするものと、合計点が最高のドライバーを王者にする。 フランス国内レース式のものの2つだった。従来のポイント制度を適用すると、1939年のヨーロッパ選手権を制したのはヘルマン・パウル・ミューラーとなるが、ナチスドイツのモータースポーツ局長はヘルマン・ラングがチャンピオンであると宣言した。1939年シーズンのラングは他を圧倒するパフォーマンスを見せており、国際的な報道でもそれは認められていた。 全4戦の選手権の最初の2戦で、ラングとミューラーは共に一戦で勝利し、もう一戦を、レース距離の75%未満を消化して、リタイアした。続く、ドイツグランプリで、ラングは、レース序盤にリタイアし、ミューラーは、ルドルフカラツイオーラに次いで2位になった。この結果、最終戦スイスグランプリの前の時点では、ミューラーがどちらのポイント制度でもランキング首位となった。 ミューラーは、スイスグランプリを3代のメルセデスに次ぐ4位で終え、従来のポイント制度下でのチャンピオンを獲得したが、ラングがカラツヨラを破ってこのグランプリに勝利したことで、フランス国内レース式のポイント制度下でのチャンピオンは、ラングという結果になった。開戦直後のベオグラード GP で、メルセデス W154 を操るマンフレート・フォン、ブラウヒッチ・メルセデス・ベンツは継続して、 メルセデス W154 を使用したが、新たに流線型のボディワークをまとった W154 の外観は大きく変化した。さらに、メルセデスは、ボアチュレットのレースとして開催された、トリポリグランプリに参戦するため、スーパーチャージャー付き 1.5V8 エンジンの、メルセデスベンツ W165 を開発した。アウトウニオンは、スーパーチャージャーを完了した。 アウトウニオンタイプ D で参戦した。アルファロメオは V16 エンジンの T1 歩316に小規模な改良を施すに止まった。タツヨヌボラーリーが去ったことでアルファコルセのエースはジュゼッペ・ファリーナとなったが、アルファロメオの1939年シーズンはボアチュレットでの参戦があるになった。シーズンが開幕するとメルセデスのラングが4月のボーグランプリから6月下旬の ベルギーグランプリまで出場したすべてのレースで勝利するなど、好調さを見せたが、フランスグランプリとドイツグランプリで、首位走行中にエンジントラブルでリタイアする不運に、見舞われ、フランスグランプリで初勝利を挙げたアウトイニオンのミューラーに追撃を許した。メルセデスのリチャード・シーマンは、雨のスパフランコルシャンでのベルギーグランプリにおいて、首位走行中にラソーステマへのクラブハウスコーナーで、 コントロールを失い、クラッシュして死亡した。1939年シーズンは、第二次世界大戦の勃発によって短縮され、英物の大独戦線布告当日に行われた、ベオグラードグランプリが、ドイツチームにとってシーズン最後のグランプリとなった。レースでは、タチオネボラーリが、アウトオニオン最後のグランプリを優勝で飾った。この年の9月に予定されていた、 チェコスロバキアグランプリとドニントングランプリはキャンセルされた。メルセデスベンツはメルセデス W154 で参戦した。アウトオニオンディタイプエツロとハンスグランプリウィナーズ1895949パート3ザ・ゴールデンエラオブ・グランプリ・レーシング2007年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月5日閲覧 レイフス・ネルマンハンス・エツロト1939ザ・ゴールデン・エラー・オブ・グランプリ・レーシング2007年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月5日閲覧ガルピン・ダレン1939グランズプリーザ・ジェル・モーター・スポーツ・インフォメーションページ2007年8月5日閲覧ありがとうございます